て見て。どうかしましたか。넘어가자마자바로이벤트라서あれは。ここからだとよく見えないけど、かなり大きいね。高さから察するに、カセドラルシダーと関係がありそうですが。ひとまず急いで王都へ戻ろう。近くで見ると、なんだかおぞましいな。巨大なキノコの傘みたいだ。戻ったか。カーディナル様、あの、カセドラルシダーにできた網目状の傘のようなものは。気づいたらできておってな。少しずつ広がっているようなのじゃ。一体何の目的であんなものが。わからん。調査は進めているが、アドミニストレーターの目的にはたどり着けていないのじゃ。それよりもキリト、北帝国では一体何があったのか。ああ、例のカラントにできていた種子については何か分かったのか。あれについては様々な方法で調べてみたのじゃが、分かったのはあの種子の中身が空ということだけじゃ。か、空ですか。シアシピアイタゴ。うむ、中には穴があるだけで、そこには何も入っておらん。いよいよ手詰まりじゃな。そんなこともないさ。これを受け取ってくれ。これはまたもや種子か。北帝国ではカラントが皇帝の墓に生えていて、かつての女帝を蘇らせていた。そのカラントに種子ができていたんだ。ふむ、二つの種子があれば比較することができる。わしは引き続き種子の調査を行うとしよう。エルドリエと同じで、ディソルバートもカラントコアに捕らえられていた。ディソルバートの話によると、頭巾をかぶった男にディープフリーズをかけられたらしい。そのカラントコアからは種子が回収できなかったんだ。その後叫び声が聞こえて駆けつけたら、女帝カヨーデが何者かに殺されていた。なんと、そんなことがあったのか。ああ、その頭巾の奴に向かって矢を放ったらしいけど、見えない壁みたいなのに弾かれたって。見えない壁か。正体がつかめなかったことは残念じゃが、お主らやジュソルバートが無事なのであればよしだしや。エリアラ、そやつとはまた会うことになるじゃろう。十分に注意するのじゃ。最高司祭代理殿、我からもう一つ報告がある。聞いていただけないだろうか。うむ、聞かせてくれ。我は凍結を解除された後、最高司祭芸家の意志が流れ込んでくるのを感じた。そして気づけばキリトたちに剣を向けていたのだ。あの女の意志が。その意志はどんなものだったんだ。詳細は覚えてはおらぬ。その意識の中で我は最高司祭芸家に従うことを絶対と考えていた。やはりパイエティモジュールを通してアドミニストレーターの意識が流れ込んできたということか。で、今やさと뭔가나왔었죠。その真意が一切枯れぬとは、つくづくしぶとい女よ。こんにちは。承知した。その件に関しても原因をできる限り調べてみる。なあカーディナル、元老院統括代理の男ハーシリアンって聞いたことあるか。いや、ないな。そんな役職が元老院にあったような記録もない。そいつが最高司祭の復活を目指していると言ってメディナに接触してきたんだ。なんじゃと。だから調べてほしい。そうは言っても元老院は今天井に浮かんでおる。どうにもできんとは言えるが、記録にあるユニット名を閲覧してみる。とはいえ、まずは早速種子の解析から始めることにしよう。お主らはベルクーリのところへ行くの。あ、いや、진짜비룡들다어디간거야。하늘에떠있다가못가고있어。ええ、カーディナル様にした話を
おじさまにも報告しに行くつもりです。それからキリト、メディナ殿のご様子はいかがですか？まあ、王都に帰ってからすぐ冒険者たちとどこかに行っちゃってさ。もしかして何か用だったのか？いえ、特にそういうわけではありません。少々気になっただけです。다음에만날땐싸우는건가？メディナはルーリットの村での一件があって以来、冒険者たちと剣の鍛錬に赴くことが増えた。おそらく今回もそのために出かけたのだろう。皆と共にもっと強くならなければ、アリス様やキリトに私の志を理解してもらうために。今のままでは私は何も成し遂げられない。救世主様、どうしました？別に何でもない。そうですか。元気ラグナドコオンライン복장에는끝까지같이나오겠네。ありがとう。プリン。でもプリンは今いらない。わかりました。なぜお前はずっと私と一緒にいるんだ？それはあなたが救世主様だからです。そうじゃない。一体なぜお前たちは私のことを救世主だと思うんだ？これは救世主様、奇遇ですね。貴様、一体何の用だ？중앙도시의경기상태가상태가나사라즈도모기害を加えるつもりはございません。ではなぜここへ？第一、人海の民を脅かし世界を破滅に導こうとしているのは対策本部である。そのように思われませんか？わけがわからないこと。無能なこの衛兵を野放しにして表面的な対策しか行わず、あなたを否定する彼らの正義は一体どこにあるのでしょう？そして対策本部が抱え込んだ滞在人が最高司祭様を殺めたことは紛れもない真実。しかしそれには理由があると聞いた。ではなぜあなたは今彼らと離れ仲間たちと共にこんな場所に留まっているのですか？それは一体なんだ？いえ、あなたの正しさ、真実を見極める力に喝采を送りたくなったのです。さすがはオルティナノスケ最後の救世主だ。強く、正しく、決して誇りを失わない。スゴマウンテ、고양이イベントと그랬지만은。偽りの氷協会などに魂を売る必要は。내가좀훈훈한분위기イベント한번있으면은、또다음에이미지를말아먹는イベントが생겨버려요。果たすのです。今の氷協会を偽りなどと言って、無礼にも程があると思わないのか？無礼？불행해지거나아니면이미지를말아먹는전개가나오는가？巻き込む集団と最高司祭様の真なる中心である私。果たして、どちらが正しく、どちらが背信の徒であると思いますか？そんなこと！그럭저럭재밌게하고있어요。でもキリトは私に本当のことを隠していた。ずいぶんとあなたは複雑に物事を考えるようだ。さすが。あかメディナ에게너에겐다생각이있구나이대답을했어야되나？貴様、オルティナノスケについて一体何を知っている？真実とは至極単純なもの。向き合うだけの強ささえ持っていればその手の内に掌握できる。真実に対し疑いがあるのならば確かめてみればいいだけなのです。確かめる真実を？ええ、私があなたを真実までご案内しましょう。あなたがお望みならばね。もしや恐れているのですか？あなたは真実に向き合うだけの強さを持たないと。ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょうね。
承知した。真実とやらを見せてもらおうじゃないか。だが何か不審を感じれば即座に貴様を斬る。ありがたき幸せにございます、救世主様。ねえ救世主様、あか박수치는것부터해가지고。ここで待っていてくれ。はい救世主様。それでは参りましょう。진실을알기위해서뒷골목으로가야되는거야？이시점부터이미수상하지않나요？시스템콜コネクト 2G アドレスコーディネーツ012000。扉が。さあこちらへどうぞ。ベルベンルミロ가는건아니야？救世主様。ああ、ここはセントラルカセドラル最上階です。なんだと？この最上階は今や天井にあるはず。私は元老院統括代理、最高司祭様より拝命を受けています。故にこの聖域への出入りを唯一許されている。원체로더블어라고했던가？もしや謁見するのは初めてでしょうね。そうこのお方が最高司祭様。こんなにも美しいお方であったのか。속지마350살이야최소어어엄청급한데声を荒らげ申し訳ありません。このムクロは目覚めを待つ非常に繊細な存在、迂闊に近づくべきものではないのです。ムクロと言ったな。ではやはり最高司祭様はここで命を落とされたのか？はい、そして今はただ深い眠りの中で救世主による救いを待っておられます。救世主による救い？ええ、それでは過去手術により今から真実をお見せいたします。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、ジェネレートクリスタリンエレメント。과거시술로보여주는거에뭔가조작을했으면은フュージョンエレメント。アクセス2パストログデータ。부활시켜야나중에갱생시키고겨짬온라인에멤버로들어가죠。さあご覧ください。よもや剣が2本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつけ。こしゃくな。おのれ。영웅왕이면대세요오늘의이마노와의외로조작을하지않고그냥그대로보여주네。진짓대하고そして奴の行動に正義などは存在しない。그뒤에내용을안보여주는구나。일부분만보여줘요。あなたは選ばれし者。最高司祭様。悪しき黒の剣士によって倒された私を復活させれば、あなたを再び配下として認めましょう。今のは一体これはムクロでは？これは最高司祭様の残された意志です。私はこの声に従いあなた様を探し続けていました。俺ディケイド。だがいくら最高司祭様でもムクロが話すなど。オルティナノスケ第三代目当主タバルは遠い過去、果ての山脈より送られてきた多くの先遣隊を相手に戦った。だが彼の行動は功績を妬む一部の貴族によって疎まれ、
事実をねじ曲げて伝えられてしまったとされていますが、正しきことを行ったのにタバルは皇帝により不敬罪を言い渡され王と追放された。なぜそのこと진실이왜곡되었다는그래가지고그악하여되었나그스토리를넣은거네요以前申し上げた通り、私はオルティナノスケに関してはよく存じているのです。オルティナノスケは汚名を着せられ虐げられながらも真なる正義を貫く一族、そしてあなたは約束の時に現れた最後の救世主なのです。私は最高司祭様より予言を言いつかっています。予言？オルティナノスケ最後の当主メディナこそが眠る最高司祭様を目覚めさせることができる。自身の復活に手を貸せば必ずやオルティナノスケに栄誉を与える。마지막이라고？最高司祭様がもう一度我らオルティナノスケに栄誉を与える。어둠이의계획에선메디나테에서이가문을대를끊어버리려는건가？私はあなたの忠実なる配下として復活の道の手引きを務めましょう。しかしそんなことが本当に可能なのか。それはあなたの実力次第です。どういう意味だ。今人海を追う傘の存在をご存知で。ああ、あれは一体何なのだ。最高司祭様の復活のために必要な装置です。あの傘は人海のリソース、つまり新勢力を吸収する。人海の新勢力を。はい、だがそれだけでは足りない。故に生命の花、あなた方の言うところのカラントが存在するのです。しかしカラントからは魔獣が現れているではないか。その魔獣こそが最高司祭様復活の鍵を握るのですよ。魔獣が？カラントが生み出す魔獣の天命は新勢力の塊。彼らを倒すことによってカラントは生命の果実をつける。私はカラントの種をまき、魔獣を討伐してはその果実を回収してきました。全ては最高司祭様復活のため、必要な新勢力を集めるという目的のためです。もしやあの時お前が魔獣を討伐していたのは。もちろん最高司祭様復活のためです。이러면다시대책본부돌아가가지고켈란트에나왔켈란트에서나오는마스터보라는거도우면서스파이활동도가능하겠는데에라바레시모노데아르오르티나노스케토시의치카라오가릴것이필요데아르도와카리마시타토와이에교요와이타시마센스베테와아나타시다이데스모시모모시모다마다키메타와케데와나이다가오시에테크레로지컬싱킹생각나네요。最高司祭様の復活に助力するとすれば。연계청의그로지컬싱킹。オルティナノスケ最後の救世主であるあなたは、異界の戦士たちを従わせることができる。その才能を生かし、로지컬싱킹으로논리적으로생각해봐야돼。軍団を編成し、하면서指揮官として統率を取ってください。そして魔獣を倒し、最高司祭様復活の元となる身を集める。そうだな。はい、集めた身は私の指定したカセドラルの秘匿領域へと届けてください。座標はその時にまたお伝えいたします。この使命を成し遂げればオルティナノスケは再び選ばれし者として認められ、その汚名は注がれる。民衆を導くことこそがオルティナノスケに与えられた使命、そして存在意義。しかし注意点が一つ。注意点だと？どういうことだ。各地に現れた生命の花は最高司祭様の命の源となる大切な媒介です。故にその媒介を切ることは何があっても阻止しなければなりません。いいか、キルトを제거해라。カラントを切らなければ魔獣がまた現れてしまうのではないのか。あなたはご自身のお力を疑っておられるのですか。何？花からまた魔獣が現れる、実に素晴らしいではないですか。新たな最高司祭様の命の源が増えるというだけです。かの魔獣をまた殲滅し身を集めればいい、ただそれだけのこと。それともあなたは次々と現れる魔獣を殲滅できないと感じるのですか。違う、私はそんなことを問うているのではない。民が心配で。犠牲を恐れて
一体何が手に入るのでしょうか。武に優れたオルティナノスケらしくない発想ですね。ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょう。더더더많은모험가를지배해가지고탤런트앞에서마수사냥으로따기위해서배치해라그런걸유도하려고하는것같은데おかしなことを言いますね、救世主様。何がおかしいと。所属とは、つまり居場所のことを指します。あの集団にあなたの居場所など最初からどこにもないではありませんか。何を。一つ、私から質問しましょう。あの滞在人の隣には、いつも誰がいますか。キリトの隣。それはあなたでしょうか。それとも。わからない。人は誰しもが最も思考を拒みたい問題について考え、지금까지선택지에서모두다메디나옹호하는쪽을했으면은결과가바뀔까요。それは凡人めいた弱さでしかありません。強く正しく誇りを失わないオルティナノスケはそのような弱さとは無縁のはず。ご先祖様はあなたにも同じことを期待しているでしょう。そしてあなたが正式なる氷教会のもと正しき道を歩まれること。正しい道。私は